まず東京女学館についてですね。東京女学館の教育理念としては、高い品性を備え人と社会に貢献する女性の育成っていうのを目指しています。で、3つの教育の柱があり、伝統、あとインクルーシブリーダーシップで国際っていう3つのキーワードをもとに、様々な取り組みをされています。でやっぱり伝統っていうところでは、1888年設立っていう長い歴史があるので、やっぱりそこでもすごく安心感があるのではないかなと思います。で、インクルーシブリーダーシップってすごくなんか結構最近のキーワードにもマッチしてるっていうか、考え方としてはただ単に一人が突き抜けてリーダーになるのではなく、しっかり周りを含めてみんなが一緒に頑張れるためにどうやってリーダーシップを取っていくかっていう形を、その生徒一人一人のリーダーシップを育むっていうことで、すごく素敵な理念だと思います。で、こちらはちょっと後ほど細かく話していくんですけれども、グローバル教育っていうことで、一般学級と国際学級があるんですけれども、どちらもさまざまなその英語研修であったり留学プログラム、国際交流のイベントがたくさんあるので、とても素敵な学校だなと思います。で、気になる英語教育っていうところなんですけれども、こちらは基本的に、国際学級の、学習について特に細かく話していこうと思います。で、6年間の習熟度別っていうのは一般学級も国際学級も同じなんですけれども、どちらも英語の授業を英語で行うっていうところがすごくいいんじゃないかなと思います。国際学級に関しては ELA English Language Arts といって、北米型の現地校みたいな、現地校寄りの授業が行われます。なので日本で行われる国語の授業の英語バージョンみたいな感じで、小説、詩、例えばシェイクスピアとか、あとはディベート、プレゼン、エッセイとか、かなり本当に日頃からたくさん英語を使う環境が整っているのではないかなと思います。で、目標としては中学の3年間で全員英検2級以上を取得しよう、で高校卒業までに全員 TOEFL 80以上を取得しようということで、かなり高い目標を掲げて頑張っているのかなと思います。確かに TOEFL 80以上ってことは準1級ぐらいを高校生に目指すっていうのはすごい、結構すごいですね。明確でいいですね、英語力の指針として。そうです。であとやっぱり海外大学の進学の実績もあるので、80以上って言っても実際には一般生でも国際学級に入れるんですけど、一般生と帰国生の割合はちょっと後でまた話すんですけど、その中でも一般生でもしっかりTOEFLを100以上取れるなんてこともあるようで、本当に英語を頑張りたいっていう方にとってはとてもいい環境なのだと思います。はい。で、ちょっと国際学級での行事を並べてみたんですけれども、中1はかなり英語を使う、英語を話すっていう機会がたくさん設けられていて、例えばプレゼンテーションとかレシテーションっていうのがあります。で、中2から高2、これは、希望者制だと思うんですけれども、文化祭、記念祭でのそのブースを作って自分たちの学級について紹介したりディスカッションを行ったり、中3は、中学の3年間で結構シェイクスピアをやるみたいで、その英語劇を全員で発表するっていうもので、すごいですよね。すごいですね。ロミオとジュリエットってかなり英語としても難しい英語、古典英語とかも出てくるのですごいですね。はい。で、あとは、全員参加の高1の時にボストンリーダーシップ研修といって、ボストンのすごく有名なハーバード大学とか MIT とか、そういった本当に学問の由緒ある土地での、英語研修っていうのがあり、また、最終体制として、校内模擬国連っていうのが行われるそうです。で、これは本当に、実際になんか模擬国連の代表者の方とかを、招いて、結構本格的なのですごく楽しそうだなと思います、うん。立地はですね、本当に渋谷区っていうことで、渋谷駅、恵比寿駅、広駅から近いんですけども、結構学校の周り 見た感じですと、あんまり都会だけれどもしっかり静かでちょっと安心して歩けそうなエリアなんだなと思いました。なので安心して学校に通えるかなと思います。
帰国生の割合はですね、全体を通してはどちらかというと少ないんですけれども、国際学級での割合はまあ大体3分の1から2分の1で、これは年度によって入学者数の変動があるので、でも最近は結構帰国生も増えているようです。まあ、その他カリキュラム行事はですね、まあ、こちらにあります通りです。部活動も本当にたくさんあって、ぎっしり書いてあるんですけれども、やっぱり文化系文化部が多いイメージがありますね。華道部とか珍しいですよね。本当にカルタ部カルタ部すごい楽しそうです。日本文化を学べるような部活動が、そうですね、結構日本文化のをしっかり学んでこそその海外なんですよ。国際交流とかもしっかりできるっていうことで、歌舞伎鑑賞とか、なんかそういうのもイベントとして用意されているようです。はい、ありがとうございます私の中でこう東京女学館なんてこう制服が可愛らしい、あとイメージだったり、結構生徒さんが学校行ってみて気になりだしたみたいな子も多いので、なんかいい女子校なんじゃないかなと思っています。そんな中、入試についての部分をお話しできればと思うんですけれども、基本的に帰国生入試で受けられるのは国際学級への入学になります。でこちらのクラスが今は1クラスなんですけれども、2026年から2クラスに拡充をする予定なので、今受験するのは結構いいタイミングなんじゃないかな、ちょっと入りやすいかどうかは分からないんですけれども、窓枠が開けてるんじゃないかなっていうのを印象としてあります。で、出願資格については、日本での小学校もしくはこう現地校とかインターとかで卒業予定のその小学6年生の女の子で、海外経験が1年以上、帰国後3年以内という条件があります。で試験日としては12月1日に試験を予定していて、学校に行って受験をする試験になります。で同日に合格発表があります。試験科目としては、算数か国語もしくは算数か英語っていう、まあ、算数は絶対に受けて、まあ、国語か英語を選べるというような試験になっています。ただ、まあ、英検12級以上あれば英語試験っていうのは免除されるので、その場合は算数だけの受験でできます。で昨年は全員がこの英語を受けた場合は英語資格で受けられていたそうです。過去問は結構ホームページに掲載があるので、ぜひチェックしてみて、まあ、今の時点で何点ぐらい取れそうかなっていうのは確認しておくと、まあ、志望校目安になるんじゃないかなと思っています。でその、まあ、合格できるかなどうかなっていうラインは、その入試結果っていうのもホームページに載っていまして、まあ、実質の倍率は 1.2 倍になっていて、それぞれの点数、まあ、英語は皆さんこう資格だったので点数出てないんですけれども、国語だと 34.2 点なので50点満点中ですね。と算数も50点満点中 28.9 点なので、まあ、大体国語だったら35点以上、算数だったら30点以上取れるかどうかっていうのをチェックしておくといいんじゃないかなと思っています。実際の対策とか過去問とか気になることがあれば、ぜひお問い合わせいただけたらと思います。